こんにちは。あ、こんばんは。今日はメガネです。コンタクト入れてないからメガネなの。ちょっとメガネさ、めっちゃさ、そう、前は写真禁止って感じだったんですけど、ちょっと目が悪すぎて何も見えないから、今日はメガネで行こうかなって感じですね。でもメガネ似合わないんだよね、自分。恥ずかしい。本当にメガネが似合わない人間なので、本当に似合わないよね、気まずって感じ。こんばんは、こんばんは、おつぼんおつぼん、メガネ。普通に なんでこんな似合わないのかな。って感じですね。似合う、本当に。エリザベスさん、なんだっけ、虫眼鏡、ありがとう、ありがとうございます。コンタクト、いつもコンタクトなんだけど、今日はちょっとコンタクト持てなくて、そういいかなと思っちゃってやらなかったんですよ。したら今日は眼鏡にしようかなって感じでした。前は眼鏡やらないって言ってたんだけど、たまにはいいかなって感じで、今日はでもスクショしないでほしいなって思いますね。メガネはスクショされたくないな、似合わないから。ちょっと目悪すぎて本当に何も見えない、見えないメガネかわいい、本当に。マオさんハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。うん、おけりイラウィウィさんハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう。エリザベスさんもハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。なんかめっちゃ暑いな、寒いけど暑い。ボヨヨン星人さん虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。チンチョウゲさんハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。かわいい、ほんま。星人さん虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。うんうん、角甲子田さんハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。勉強で視力下がったの、え、なんかいつの間にか下がってたって感じかな。なんかでも小学校の時ぐらいからもう目悪くて、めちゃくちゃ元から多分目悪くてって感じです、多分。って感じでしたね。今日ちょっとね巻いてるんですけどね、わかんないかもしれない。最高最高。メガネはめっちゃ気分悪くなるんだよね。おつぽんおつぽん、こんばんはこんばんは。優等生っぽい、やほんまに頭いいですかね、これしてたら。インパルさん虫メガネありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ガチの度入り、え、めっちゃね度入ってる。でもなんかこれをかけたら 1. なんとか 1.5 ぐらい見えるようになるかな。有能なメガネですね。けどなんかコンタクトはいいんだけど、メガネはなんか気分がめっちゃ悪くなるからちょっと苦手なの。だからあんまりやってないし、メガネさ似合わないし、やってないですね、あんまし。感じかな。そう、あんまり似合わないから、今日はちょっとねオフな感じでね、ちょっとおうちデート感を楽しんでほしいなって感じです。さっき髪の毛やってたんですけど、そう、多分ねわかんないと思 う髪の毛をぐにゃぐにゃってやる、なんかウェーブ巻きみたいなやつをやってたんですけど、ちょっと多分ねなんか
きが甘くて伝わんないかもしれない。してるのがわかるかな。今日頭いい系なので。ニパルさん虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。今日は眼鏡、今日眼鏡ドラマいるとき本当に眼鏡似合うじゃん。本当に度数が強いからめっちゃ頭が痛くなる。モノピーさんハートいっぱいありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。キラキラ星キラキラ投げ完了、ありがとう。わたしさんありがとうございます、ありがとう。また広島遊びに行きます。ぜひ、広島はとてもいい場所なのでよかったら来てくださると嬉しいですね。広島なんかめっちゃね、なんか遊園地が欲しいですね、広島に。遊園地あったら本当に最高。遊園地が欲しいな。なんだろう、もっとめっちゃでかい遊園地が欲しい。でもいつかできそうな予感する。20年後とか。10年後とか。できそうじゃないですか。こんばんは、こんばんは。ひゃんぼうさん、ハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。マハーノさん、ハートありがとう。あ、ちゃんとさん、ありがとう、ありがとうございます。ぽんさん、帽子ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、おつぽん、おつぽん。ベジックスメイさん、ハートいっぱいありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。スバルさん、虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ポンさんも虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます。ナル先輩さんもありがとう。みんなで虫眼鏡で観察しちゃおう。ベジックスメシさん、ハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。あ、ちょっと頭がね痛くなる。この眼鏡いけない、さっきからずっとやってたからだいぶ頭がぐるぐるしますね。本当にこの眼鏡注意人物ですね。やめていただきたい。どう？わかるかな？ちょっとクルクルしてるのが。こっちはちょっと今からやる。やってたんだけどちょっとなんか緩かったか。ひよりさん、初見の方はじめまして。 STU48 さん、研究生梶原美恵です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます、ありがとう。今日1時間今日1時間ごめんね。そう、ちょっとごめんなさい。そう、今日ね、さっきお店に行って、リアちゃん、あ、ちょっと静かにね、みんな言わないでね、リアちゃんに。リアちゃん、タンプレ買ってきます。まだ全然紹介とか絶対しないんですけど、買いました。何買ったかは秘密なんですけど、リアちゃん15歳か。同い年の時間ももう終わってしまう。せっかくね、同い年だったのに。かなち。15歳いいね。大人になっていくリアちゃんが。スバルさん、虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。オノピーさん、だるまいっぱいありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ジックスメシさん、ハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ちょっとマジで目が見えないねって感じ。あ、うわ、なんか久しぶりにかけたから。 KKB さん、フォローありがとうございます。よければこれから応援待ってます、ありがとう、ありがとうございます。ヒャッキラありがとう、インパルさんありがとうございます。コージさん、ハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ミニバードさん、ダルマありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ゲーム、いや、ゲームするけど、なんだろう、そこまでガチでやってないから。いや、だってそのゲームする前から目悪かったから、そのゲームのせいじゃありません。多分ゲームで
悪化したっていうのはあるけど、その全部ゲームのせいじゃないかなって感じですね。ちょっとこっちがね、気が重い。そうですね、全部ゲームじゃないかな。そんなめっちゃはさあんま しないから。そう、ミューゲームちゃんと時間決めてやるんですよ。もしするときゲームとかなんか長時間はゲームしなくて、なんかゲームって長時間したら、ね、頭痛くなるから、そうすぐ頭痛くなっちゃうので、ゲームはちゃんと時間を決めてやるときはやります。最近してないけど、どんなミーポンやメガネミーポンといろいろ見えて嬉しい。あ、よかったですね。メガネはあんまり見せたことないので特別ですね。まあこんばんは、つぼんつぼん、なおさん、だるま、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。 KHK さん、虫眼鏡、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。テンさん、100回目の方もありがとう、これからもぜひ見に来てください、ありがとう。チェキサイン会買った方がいい、めいちゃん、ぜひ来てほしい、来てほしい、本当に、いやもう本当にお願いします。え、なんかなんだろう、初めてだからどういう感じか分かんないけど、めっちゃ3期としても初めてだからさ、結構分かんないこととか結構いっぱいあるんですけど、慣れてないし、そうだけどちょっとね、初めて皆さんと一緒に初めてちょっとやりたいよね、皆さんに教えてもらいたいので、よければ、あとそう普通によかったら本当にお願いします、ぜひぜひぜひ、そう初めてやるけどお願いします、待ってます。いろんな方ってね、いろんな方に届けられるように頑張るので、よければ待ってます。メガネでコメント見ると酔ったりする、酔ったりはしないけど、なんかなんだろう、なんかこのメガネ、なんかレンズがなんか変な、なんか変なやつが入ってるから、そうだから頭が痛くなりやすいんだよね、なんか目に刺激が強いから。でもそうじゃないと見えなくて、そのなんか成分みたいな、その成分が入ってないと見えないから必要なんだけど、その成分みたいなのが必要なんだけど、ちょっとまあ開けたかな。目が見えない、そう今日メガネメイクしてないの。髪さ調べてさ頑張ってやってたらもうちょっとメイクできなかった。ちょっと待って、充電池を取ってきます。あと 10% ってなるから、今 13% よいしょよいしょ、うんうん、よいしょ、こらせー、うん、そう最近めっちゃ寒くてさ、体調管理が全然できない、本当にめっちゃ寒いし喉が痛いかな。皆さん気をつけてください。学校ではメガネなの？学校ではメガネじゃないですね、さすがにメガネじゃない。そう、なんかメガネでもいいんですけど寝れないじゃないですか、メガネだと。だからこのまま寝たら痛いからコンタクトですね。まあそういうのは嘘なんですけど、普通にコンタクトの方が良くてずっとコンタクトですね。嘘だよ、みんな信用しないで。こんばんこんばんは、フレッシュイチゴになりたいのさん、こんばんありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。明日体育みんなの前でダンスするんですけど休んでいいと思いますか？え、それやった方がいいんじゃないでしょうか、わかんない、わかんない、どういうダンスなのかわかんないけど、いいな、楽しそう、みんなの前か、緊張だな。
無理しなくていいかなって思うけど、行けるんだったら行ってもいいかなって思う。楽しいさを買っとるかどうだろう、どっちがいいかな。行くのも楽しいと思う。池ちゃんさんと話したことある？池ちゃんさんとは話したことないですね。そまだ話したことない先輩がすごく多くて、全員と話したいです。ピンポンズありがとう。学校ではメガネですか？学校ではメガネじゃありません。メガネは嫌ですね。本当にメガネは小6小4小5小6でずっとメガネして、でなんかって感じですね。中1小6の終わりぐらいからコンタクトしたいって言って、あコンタクトが良かったんだみたいな言われて、絶対ダメって言われると思ってたんですけど、えコンタクトいいのって感じでママに言ったらいいって言われたのでコンタクトです。昨日の服って成長したら来年は着れませんやろ。わかんないじゃないですか、まだ。そうわかんないから来年も着れたらいいなと思ってメールさせていただきました。こんばんは、こんばんは。さっきメール55分ぐらいに送ったんだけど、ちょっとあれかもしれない、言ってるか分かんない。いや本当に、あつもあつも、メガネの度が合ってないのかな。いや度はちゃんと細かく合わせてもらったんだけど、これ以上低くしちゃうと見えなくなっちゃってめっちゃぼやけちゃうから、こんぐらいがちょうどいいんですけど、ちょっとね頭に刺激がね上っちゃう。トールさん虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、こんばんは。ユニアさん虫眼鏡、あ間違った、魔女の帽子ありがとうございます、ありがとう。メガネっ子そうなんですよ。ケントクさん100回目の本もありがとうございます、これからもぜひ見に来てください、ありがとう。ミニバードさん笑ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、こんばんは。30分からじゃあ7並べします。こんばんは、ミニバードさんバラありがとう、ありがとうございます。見てありがとう。見えないね。いやでももうメガネしたくない。メガネ似合う、本当に本当に似てる。女子大生みたい、あ大人っぽく見えるってことですか。メガネつけたらやっぱねちょっと雰囲気変わるよね。誰って言われそうなのでメガネは外します。誰、えこの人ってなんか違うくない顔面みたいな、初めて来てくださった方に思われたくないのでメガネを外しておきます。初めて知ってもらった方にね可愛いって思ってもらいたいのでね、しかもいつも見てくれてるみんなにも可愛いやんって思ってもらいたいので。インパレスさんいっぱい虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。だからちょっと今日は距離近めかも、メガネミーポンも可愛すぎて永遠に押せそうです、ありがとうございます。じゃあ永遠に永遠に、こまこま。皆さんぜひオンラインサインチェキ会が初めて3期研究生はあるので、私は10月17日の火曜日なので、よければ10月17日火曜日のオンラインサインチェキ会待ってます。話し会とかもねあるのでよければお願いします。今日本当にメイク一個もしてないから久しぶりって感じですね、よって感じ。でもなんかめっちゃ顔が赤くて今日、じゃけほっぺとかなんかいい感じだよね、赤いから。こまこま、イサメさんハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ナオさん虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。コマスもケンボウさんハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう。ミポン配信最高、本当ですか、よかったです。インパルスさん水色のだるまありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ミポンジェットコースター怖くない、えみジェットコースター大好きなんだよ。そう、あそうだよ、あのなんかさ昨日ユニバのアプリ見たらさ、あのミーが大好きななんだっけ恐竜のあの大好きなあのやつが再開してたから、早く行きたい、早く行きたい、誰か一緒に行ってくれませんか。絶叫が得意な方
そう、まあ、あれは4回ぐらい乗っちゃう、普通に。めっちゃ並んででも絶対乗りたいからね。マジであれ楽しいよね。なんかさ、あれじゃない、なんか回数制限がないからさ、あのいいよね。これは何回までしか乗っちゃダメですよみたいなのがないから嬉しいですね、さすがに。え、いいんですか、こんなに乗っちゃってって。なっちゃめっちゃ並ぶけど、あのチャッキーのやつ行きたいんだよね。チャッキー面白いって誰かが言ってた、わかんない、行ったことないけど。こんな感じで、ちょっとは今日は可愛い系です。こんばんこんばん、うん、ハローハロー、クリミーさん虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。え、めっちゃ顔赤くない、わかるかな。今日はちょっと顔が熱い。今日は何する、何話す、5日までオンライン会議向け。そうなんですよ、5日までなので、なんだろう、初めてのオンラインサインチェキ会、いろんな方に初めて来てもらいたいので、できるあのいろいろ不安だけど、初めてみんな待ってます。りょうさん虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ポンポンポン、え、かわいい。りょうさんお化けありがとう、おお、ありがとうございます。お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞ。20年後広島にミューポンランドを作る、ミューポンランド、そう、ランド作り、ランド、ミューポンランドを作りたい、ミューミュージアム、ミューミュージアムを作りたいですね。サンリオピューロランドとかそういう系の、なんだろう、そういうのが広島ってなんか少ないから、魅力の里とかあるけど遠いじゃないですか、多分福山だっけ、どこだっけ、わかんないけど、広島に作りたいですね、広島市に。アラモードさんハートありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。キサキマイテの会ありがとう。そう、いろいろ見てやったんですよ。なんかコテっていうなんか膜専用のなんかアイロンがあるんですけど、みんなストレートアイロンしか持ってなくて、ちょっと買いたいんですけど、でも買ってもなんかミュウにはあんな器用なのができるかなって考えた時にできないかなって思ったので買ってないんですけど、ポン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 、こんばんこんばんは。コメント見えるの、近づいてる、めっちゃいつもより。タンプレ買ってきたのに、タンプレ買ってきました、リアちゃん。あ、言わないでね、みんな、まだ秘密だから、あの今言ったことはリアちゃんに言わないでください。言ったらあのちょっとみじん切りにします。ユニアさんハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。あと2日でリアちゃん誕生日、そうですね、今日3日だから、あと2日。こまこま、神テレさん虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。メガネしなかったらどのぐらい離れて、もうコメントやめます。なんか長文、なんか長かったらコメントがこんぐらいじゃないと見えないんだけど、ちょっと短めとかだったら、まあこんぐらいではいける。でもここまで来るともうぼやけるかな。だからちょっといつもよりちょっと前のめりでやってます。おつぼんおつぼん。マスターさんハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。 APEX とかではないか、え、なんか APEX は難しいのでやりません。いやでもゲームは得意ではないですけど、やるのは普通に好きなのでやってますね、気晴らしに。体調完全に治った、よかったよかった。でもなんかちょっと声が出にくいっていうか、めっちゃ今喉がちょっとイガイガしてる状態ですね。あとめっちゃ鼻水がちょっとやばいかもしれない。
うん、あいうえお。健徳さん、かわいい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。血鍋は止めたくないので大丈夫かな。大丈夫だよ。血鍋はカードゲームなのでね。健徳さん、ハート、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。うん、オンラインサイン会はいつするの？私は10月17日の火曜日なので、よかったら待ってます。もうすぐなんだよね。え、本当に、締め切りが5日とかで、本当にもうすぐなので、締め切りとかも、よかったら皆さん待ってます。金徳さん、ハートありがとう。ありがとうございます。ありがとう。桃太郎伝説とか、あ、桃鉄は昔よくやってましたね。最近はやってない。なんか Wii U とかを持ってた時期は桃鉄めっちゃやってたけど、スイッチを最近やってないんですけど、スイッチでなんかやってた。いや、スイッチで桃鉄がなかったから Wii U でよくやってました。そう、 Wii U 時代なので、ユウはめっちゃ楽しかった。なんかそのスイッチが出る直前ぐらいで Wii U 買ったんかな、わかんないけど。で Wii U でしたね。でもスマブラとか見え結構強いですね。スマブラとか、あとはあの、なんだっけ、あれも得意だよ。イカのゲーム、イカタコ。ケンボウさん、ハートありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。つのまやさん、かわいい。ありがとうございます。そしていいねもありがとう。ありがとうございます。つもつも、かみてるさん、虫眼鏡ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ソルさん、おっぱありがとう。ありがとうございます。うん、スケモンさん、バラありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。チェキって衣装何種類かある？え、どうなんだろう。え、どうなんだろう。なる先輩さん、だるま、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。うん、おつぼんつぼん。アンビーさん、試験のこと、おつぼん、はじめまして。 ST48 さん、研究生、カジュアラミューです。応援してくださると嬉しいです。じゃあ今から七並べをやっていきます。うん、つぼんつぼん。あられちゃん、今日はあられちゃんかも。ピンクカメさん、ハートありがとう。ありがとうございます。ありがとう。メガネかい、本当にメールいただいたん。あ、結構時差あるね。じゃあちょっと待って。昨日電波時計を あの寝る場所でいじってたので、よいしょ。かみのみさん、ハートありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。今日パッツンが、あ、確かに今日パッツンだね。なんかさっきお風呂入ったばっかりだから、ちょっとなんか汗かいてて、なんか寒いけど暑いみたいな。10パーって待って、めっちゃさあれかもしれない。コメント読み遅れてる。神テレさん、虫眼鏡ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。翔太さん、ハートありがとう。ありがとうございます。 IG さん、虫眼鏡ありがとう。ありがとうございます。2回目の訪問ありがとう。ハラちゃんさん、ありがとうね。昨日来てくれた。こんばんは、こんばんは。ポン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 、ちょっと待ってね。視力いくつなの？ 0.0 んちゃらかな、だった気がする。だいだいさん、ありがとうございます。まぴさん、ありがとう。ラブリーちゃんさん、ありがとうございます。学校では寝てるって、いや寝てない、いや冗談ですよ。さすがにね、さすがに冗談。いや、まあ寝てるけど、いや寝てないですよ。おりきりわいりさん、ハートありがとう。ありがとうございます。ありがとう。今日朝寒かったね。え、わかんない。朝ずっと
え、朝どうだった？寒かったかな。今の方がめっちゃ寒い。ジャクソンさん、虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。打ち上げ楽しかった、楽しかった。まあ、こんばんは。えけちゃんさんって AB 型なんだよ。しそうだよ。そうなの、ミュート一緒。しみせらさんも AB 型でね。そう、 AB 型の方って結構少なめなんだって。シティユーは A 型と O 型が確か結構多めなんだよね。マスターさん、ハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう。人前でダンスするとか苦手なんですみません。ミポンがいたらダンスする。え、じゃあ行っちゃおうかな。ユニオさんの学校に行っちゃおうかな。ミポン、前髪を巻いたりすることある？え、前髪はなんか最初 STU に入って、なんだろう、なんかいろいろするときとかにメイクさん、ヘアメイクさんが髪の毛やってくれたりしてて、その時には巻いてもらってたんだけど、なんか前髪巻かない方が可愛いってことに気づいて、自分はで巻かなくなりましたね。かな。ラムチョップさん、ハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。月のサングラスかけて、え、マジ、あ、やった、1位だ、イエーイ。目がねえのに、ほんとに今日も可愛い、ありがとう。うん、雪山くんさん、虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます。宿毛矯正なんかいいよね。え、そう、なんかね、宿毛矯正したいんだけど、みんな学校宿毛矯正していいのか分かんなくてやってないです。もう買ったよ、楽しみにしてる。ほんとにキットさん、ありがとう、可愛い可愛い、ありがとう。皆さんぜひオンラインサインチェキ会待ってるので、よかったら待ってます。初めて、3期研究生みんな初めてなので、よかったら狂気一票お願いします、私に。待ってます。そう、3期生初めてだから、初めていっぱいみんなに初めて言っていただきたいので、待ってるよ。ジャクソンさん、ハートありがとう、ありがとうございます。ナレ先輩さん、バラありがとう、ありがとうございます。ファザラーさん、ハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう。キッタさん、帽子ありがとう、ありがとうございます。おつぼんつぼん。ジュラシックパーク、あ、それそれそれ。キムチ鍋食べながら配信集会してます。サチ、あ、サチさんもね、食べてたね、さっき。オンラインサインチキン、もしくは、え、ありがとう、アツシさん、ありがとうございます。ありがとう。皆さん、よければ見るの、初めてのオンラインサインチキか、3研究生としても初めてのオンラインサインチキか、待ってまーす。そう、よければ、ぜひぜひ。バンジージャンプやってみたいって言ってなかった。え、言ってた。よく覚えたよね、バンジージャンプやりたいの。今日顔確かに赤いかも、赤いよねやばい。じゃじゃ、おつぼんおつぼん、ミーポンズありがとう。山マンジさん、虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。おつぼんおつぼん。そう、なんかお風呂入ったら顔赤くなるけど、お風呂入る前から赤くておかしいって感じです。こんばんは、こんばんは。アイザーラさん、ハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。オヌピーさん、いっぱいだるま、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。みゆ、みんなに一回、ちょっと最近肌のケアをめちゃくちゃ頑張ってて、ちょっとみんなに一回肌を触ってほしい。ちょっと、じゃあちょっと、めっちゃ今はもちもちなんですよ。そう、ないい感じだから、そう、ちょっとやってほしい。ヨシーさん、ハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。七鍋やってる。みじん切りにしていきます。ちょっと待って、めっちゃコメント読んでる、読んでない、読めれてない。ピーポンが選んだ誕生日プレゼントなら、リアちゃん絶対喜んでくれるはず。そう、なんかみゆめっちゃプレゼントのセンスがないんですけど、自分なりに頑張って考えて、わかんない、リアちゃん1個上だから、こ、中3の子ってどういうものが好きなのかとか、まあ、結構中3の子にあげたらいいプレゼント、誕生日プレゼントを調べたりしていろいろしてみたんですけど、どうしようって感じですね。これどうしようって感じで。黒潮さん、ありがとう。リオさん、ありがとう。スパイクさん、ありがとう。結構悩んで買いました。だからみんなまだ言わないでね。ミューポンが誕生日プレゼントは何ないんだよみたいな。むしろミキサーで粉々にしましょう、粉々にしますよ、本当に。ロブロブイさん、ハートありがとう。
アレポのタンプレ買いました。あ、お姉ちゃんのタンプレはなんか欲しいって言ってたものがあって、でもそれ自分一人で行くのが嫌だから一緒に買ってでプレゼントみたいな感じにするって言いました。その買うところでミーが欲しいのもあるからって感じ。一緒に行くんですよ。なんかいいの。ツポンツポン。アドラさんハートありがとう。ありがとうございます。ありがとう。うん、メール今見た。14分着だから時差あるね。そうだね。何分時差ある？20分ぐらいかな。うん、こんばんは。こんばんは。みゆちゃんは座敷わらしちゃんか。え、座敷わらし。メポのオンラインサイン会が楽しみすぎて寝れません。寝てください。皆さんぜひオンラインサインチェキ会、オンラインサインチェキ会よかったら待ってます。 WiiU が WiiU に聞こえてくそです。もうひーちゃんね、格闘技強いかな。ツボンツボン。オンラインサインチェキ会って通称え、なんかね、どうなんだろう。みーもやったことないから結構まだあんまり分かってない部分が多いんだけど。たっくんさんハートいっぱいありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。話し顔もツーショットも、話し顔もツーショットも当たった。本当にいつの間にさん、ありがとう。嬉しいですね。さすがに嬉しい。うん、衣装何種類かあったら後悔すると思って3枚申し込みました。おお、ありがとうございます。嬉しい。やばい。ジェクさんさん、フォローありがとうございます。よければこれから応援してくださると嬉しいです。待ってます。こんばんは。こんばんは。それじゃあ次は40分。こんばんは。こんばんは。おつぼんつぼん。ハローハロー。みさらさん、ゆっぽん AB 型なんだね。え、今知ったの？よく話してて、お話ししてて、なんか、あ、やっぱ AB 型っぽいなって思ってたよみたいな、よく言われるんで、多分話が下手くそだから、ちょっとごめんなさい。語彙力があんまりなくて。うん。ブロケンさん、初見の方、おつぼんはじめまして、STU48 さん、金券生カジャーミーです。ぜひ応援してくださると嬉しいです。西さん、なるほど、ありがとう。ありがとうございます。こまこま。西さんいっぱい虫眼鏡ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。クリミーも AB 型です。一緒や。クリミーさん結構一緒ですね。メーポンのセンス届いたよ。話し会見せる。え、嬉しい。ありがとう。センスありがとうございます。うんうん。 KHK さんかわいい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。チェキサイン会申し込みました。たくさん書いて、うん、頑張ります。え、どういう感じなんだろう。ちょっと調べよう。そう、ちょっと調べます。え、ありがとう。嬉しい。ちょっといっぱい勉強しますね。オンラインサインチェキ会について。緊張してきた。どういう感じなんだろう。難しいかな。え、楽しみなんだけど。でもさ、結構さ、もうすぐだから楽しみ、楽しみがいっぱい詰まってる。そう、21日は直接会ってお話ができるお話し会なので。ツポンツポン。うんうん。対戦できたら申し込みするかも。本当にハッチさん、それ頼んだよ。じゃあ頼みました。おつぼんつぼん。キットさんハート、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。おつぼんつぼん。ちょっと待ってね。お、痩せるな。ミポンに低気圧に向かって。ミポンミポンミポン。もしさんありがとうございます。フラッグなんて読むんだろう。大何サラさん、プレイヤーさんありがとうございます。あと、こんばんは。こんばんは。パロプンテさん、100回目の本もありがとう。これからもぜひ見に来てください。ありがとう。部屋についたら次から参戦しますね。了解です。うん。ツボンツボン。相馬さんいっぱい。だるま、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。
ポン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 。なる先輩さん、小判ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。相馬さん、いっぱいだるま、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。うんうん、声がやばい。やっぱ A 型に見えた、本当にめっちゃ不吉だけどえ、でもなんか O 型に見えるってたまに言われる。 A 型は言われたことないかも。 O 型か AB 型って言われる。いや AB 型の方が多いかも。なんか話が分かんないって言われる。何言ってるのってよく言われるので、なんかよく分かんないし、なんか不思議ってよく言われます。全然そんなことないんだけど、バカにされてるよね、さすがに。いてこましたぞ。あつぽんあつぽん、僕は A 型です。そうなの、のむのむさん A 型なんだ。でもぽいかも。そうまさん、だるまありがとう、ありがとうございます、ありがとう。もうもうもう、あつぽんぞん、こまこま。リノさん、ハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。こまこま。ミニバードさん、ハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう。普通増えてるんだ。顔が広がったり閉じたりするんだ。センス？確かに。うんうん。こまこまは。ミニバルさん、ありがとう。ありがとうございます。七並べってすんだ。七並べやってるよ、今。絶賛。トンネル。七並べ30分からずっとやってます。よかったら対戦お願いします。うん、こまこま。そう、なんか、あ、大型、それはないよな。大型って言われるけどね。O 型か AB 型かって言われる。 AB 型だよったら、あ、やっぱりって感じ。え、何やっぱりって、なんか舐められてるんだけどって感じですね。タコ踊りして、タコ踊りこんばんは、こんばんは。そうなんだ、そうだよ。じゃあ次行こう。ナイスポン使わない、本当に。おつぽん、おつぽん、ポン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 。いまいちトンネルの意味が分からん。え、分かる？難しいよね、七並べ。けど、なんか、勝った時とか、達成、ん？勝った時が嬉しくて、一生やります。神ゲームです。普通に神ゲームなので。次は45。なんか、こういうふにゃふにゃしたいんだよね、もふもふ。なんか可愛いかなみたいな。そうか、 AB 型わかる。かっこ慣れてません。え、慣れてるよそれ。なんかちょっと舐められてるんですけど。え、どういうことですかうん、なんなん、トンネルって。トンネルはなんか A、 あの端っこ K とか A、 トランプは A から K があって、その A と K どっちかがなんか、なんだろう、どうなった時がトンネルなんだろうね。でもトンネルなった時がトンネルですえ、本当に今日もちもちじゃない、わかるかな。え、今日っていうか最近もちもちになった気がするんですよ。ぜひ触りに来てください。1回0円。ラッコさん、結婚してありがとうございます。どうしようかな。結婚、結婚どうする、しちゃう、結構。ジャクソンさん、ありがとう、ありがとうございます。ハトポッポさん、ありがとう、ありがとうございます。ソルさん、ありがとう、ありがとうございます。クルミちゃんさん、帽子ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、こんばんは。うんうん、ナイスポーン。サヌキギョさん、ハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。お餅、本当にお餅って感じで、本当にもちもちなので、ぜひ触りに来てください。どうぞ。おつぽんつぽん、みぽんつ、ありがとう、ありがとうございます。
ちょっと待ってね。よ、俺の彼女よ。よ、ちょっと声に出ないようだった。よ。今日は髪の毛を、あ、ちょっとさ、そう。めっちゃさ、小学校5年生ぐらいの時に使ってたニット帽を持ってきますね。多分小学校5年生ぐらいの時に使ってた。あ、そう、さっきかぶろうとして、かぶりかけたんだよ。けど、なんかちょっと、おかしいかなと思ってやめました。そう、なんか、モバメの写真、そう、とかで使おうかなと思ったんだけど、やめちゃった。ニット帽、そう、なんか昔はニット帽にめっちゃ憧れててかぶってましたけど、うん、めっちゃ昔のやつだからちっちゃいかも。よ、俺の彼女よ。しぐさ一時間、本当ですか？優しくない？さすがに。こんばんこんばん。その企業さん、ハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。2位でした。ありがとう。似合いそうです。かぶっていきますね。あの、これは小学校5年生の時とかによく、小6とかよくきっとやってたかもしれない。ちょっと待ってくださいね。どうやってかぶるっけ。かぶり方すら忘れた。ミーポン、キャップかぶったやつ、キャップ最近好きでよくかぶりますね。どういうかぶり方だった、こんなのだった気がする。ちょっとでもニット帽はまだね、暑いか寒いかもって思うんだけど、うん、暑いかなって思うんだけど、なんか、ね、キャップはめっちゃかぶりますね。キャップは好きで、大変ありがとう、忖度してありがとう、それさんだなって思ったよ。大変ありがとう、さあ、ジャクソンさんありがとう。そう、忖度されたなって思ったされ忖度してもらったなって。一気に冬感、本当に。嬉しすぎます。嬉しすぎる。よかったです。あと2回しかできないよ。悲しいこと。ちょっとニット帽って感じで、ニット帽変わったらこんな感じで髪の毛がハボハになります。ミーポンとよく当たってる方とは当たります。ガチャ数字が本当に当たろうね、みんな。あと2回か、あと2回だ。ごめんね。そう、ちょっと申し訳ないけど、あとでも毎日配信してるのでね、毎日やってるから、今日はなんか当たらない。本当に当たるって思えば当たるから、言霊を信じてみよう。うん、リップなんか大人っぽいね。そう、この色のリップ好きだったんだけど、このリップ不良品で壊れてたっていうか、なんかもともと壊れてて、毎日配信やってるので、このリップ壊れてて、なんで壊れてた、なんか蓋が、このもう一種類買ったんですけど、それはもうちゃんとカチッカチッってなるのに、これは比べたらなんかスルスルスルってなって液漏れ化現象しちゃうので壊れてます。でも、まあ、調べたらこのリップはそういうなんかたまに不良品が多いみたいな書いてあったから、まあしょうがないかなって感じですね。色は可愛いからさすがに許しちゃうよね。前髪やっていきます。今日はあのいつも、あ、クリミーさん、いつぶり、最近できてなくて、やっとできたから嬉しいです。ありがとう。さすがにナイス。ヤンキーさんありがとう。ともきちさんありがとう。やったですね。ちょっとね、メイクはしてないんですけど、リップだけはやっとこうということで、キャップの日の部の裏に文字入れて、かぶって文字見して、どういうことやばい、勝ちたいな。さっき2位で悔しかったから1位取りたい。そう
そう、絶対勝てると思ったのに負けたから。え、待ってね。これは大丈夫かな。勝てるかな。勝てるかな。あ、お。いい戦いだ。七並べ本当に楽しい。全人口に、全人口、全人類にやってほしいよね。さすがに楽しすぎる。なんか飽きない。ずっとやっとっただけで出る。本当に楽しいので、おすすめ。まだ七並べのアプリ入れてない方とか、もしいらっしゃったら入れてみてください。めっちゃ楽しいのでね。え、クリミンさんに負けちゃったな。負けちゃった。悔しい。やばい、みゆめっちゃ負けそう。みゆぽんの推しメンランキング10位以内目指します。本当ですか。嬉しいです。みゆね、今ね何位だったっけ。25位とかだから、よかったら、よかったら。あ、待って、やばい、これツンナモチだよ。さすがにツンナモチ、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 ツンナモチ。あ、2位でしたね。あー、もう勝ちたかったのに。うん、次は最後の55分です。バースト4やった、4やったか。ピ、昨日ぶり。あ、アルさん、昨日ぶり、昨日初めて来て、おつぽんおつぽん。ゲーム内にランキングが、そう、なんかイベントランキングみたいなのがあって、22位で、前はなんかもっと良かったんだけど、更新されて順位が新しくなって変わりました。ミエン、ピーポンの賞が欲しくて欲しくて。ユニアさん、ぜひ対戦お願いします。ピーポン対戦ありがとう。クリミさん、久しぶりにありがとう。エアロン配信が好きですけど。本当ですか。付き合ったったら、なんだっけ、なんて読むんだっけ、忖度確定です。本当に。いや、忖度されしないでいいよ。ガチで戦いたいから。ガチで戦って、あ、ミーポン成長したなっていうのをやってもらいたいから、忖度しなくても大丈夫だよ。壊れてるリップ買ったお店で取り替えてもらえないか。なんかもともとこれが普通だと思ってたから、そのもう一個買った時に、え、これは勝ちってなるよって思って、そっから事件が発覚したので、もういいかなって感じです。そう、ずっとなんかそのもう一個のやつを買うまでずっとこれ使ってたから、もう意味ないかなって。今日ラストで当たったら、ええ、2ポイント。そんな、運に任せるしか、運に任せるしかないじゃねえかよ。え、絶対当たりたいよ、それは。皆さん、ぜひオンラインサイン機会待ってます。そしてお話し会とかもあるので、よければ待ってます。プロフィールを開いて、詳細は人に書いてるので、よければ見に来てくれると嬉しいです。ミュートお話し会とかオンラインサイン機会とかやって、オンラインサイン機会は3期研究生としても初めてなんですけど、頑張るので、よかったらお願いします。こんばんは、こんばんは。おつぼんおつぼん。あと4分前に回復する。間に合わない、間に合わないか。ちょっと待って、来るよ。これはどうだ。いちごちゃんとゆうなんちゃんと2回同時に対戦した。マジすごいね。ビギナーさん、ありがとうございます。クラッパさん、ありがとうございます。ハッピーサピーさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ミワさん、100回目の方もありがとう。これからもぜひ見に来てください。ありがとう。ザーエナラさん、初見の方、はじめまして。シティーホーテッドさん、研究生、カジュアリーです。ぜひ応援してくれると嬉しいです。喉が、ちょっと痛い。忖度しても、忖度しても、なんて書いてある？ちょっとね、
漢字が読めません。ポチポンポチポン。なんかハッピーサッピーさんといつも最後に対戦できる気がするんだけど、気のせい？最後の最後にいつもハッピーサッピーさんと対戦ができてる気がする。そんなような気がする。気のせいかな。あ、間違えた。危ない危ない。いい感じかな。どうだろう、どうですか。ちょっと巻きました。あとで写真いっぱい撮るので。でもメイクしてないけどいいですか。久しぶりに一度も当たらなかった。悲しい悲しい。でも毎日配信してるから。お、近い。お、毎日配信してるのでよければ。やばい、課金してなくて今メイポランキング15位。本当にありがとね。本当に高校とか大変なのにありがとう。嬉しい、ありがとう。いつも見に来てくれて。明日ダンスどうするの。スマホ2台ないと無理無理。え、待って、やばい。ピンチ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 。ハッピーサッピーさん、虫眼鏡ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ドアップバリかわいい。ちょっとドアップすぎてえって思われたかもしれない。うん、待って、やばい、負けちゃった。なんでだよ、なんでだよ。おかしい、おかしい。やめて、いじめられました。はい、ということで、じゃあそろそろ配信が終わる時刻になってきたのでスクショタイムしようかな。今日は何と撮ろうかな。うーん、じゃあ今日は何がいいですか。なんか言ってください。今日も気並べて配信ありがとう。こちらこそ。最後のチャンスだったのに10秒前にスタートした。まあそういう時もあるよね。昼休憩の時とか学校帰りの時に七並べしてる。え、ありがとう、大変ありがとう。もう時間か、今日も対戦ありがとう。いえいえ、こちらこそ。つぽんつぽん。ピポン激辛好きでした。で、好きですか。明日仕事が休みなんだね。仕事、え、広島のゲートパーク激辛イベント、そんなのあるの。今日対戦できなくて残念。明日よろしく、よろしく。今日はタイミング合わんかった、合わんかった。それじゃあ誕生日していきます。13位マスト、32位ラッコ、31位あやじさん、30位西さん、ありがとうございます。9位ブランシーさん、ありがとう。ちょっと待ってね。え、8位ケントクさん、7位奈良先輩さん、6位ジョクソンさん、5位ツナマヨさん、4位 KHK さん、3位スバルさん、2位オノピーさん、最低アルバブラ、1位はリオさんでした。ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。今日も大変ありがとう、こちらこそありがとう。エクボさん、ほらありがとう、ありがとうございます。みんなエクボあるんですよ、ここに。ちょっと見えないかも、こっちかな。あ、口やった。はい、ということで、お写真撮った前、え、どうしよう、ピース、え、どうしよう。バイバーイ。ありがとう。じゃあスクショしといてね。ふいに。この髪の毛が分かるようにといて。やばい、かわいい、ありがとう。